愛する親権者の皆さん今晩の目的は皆さんが信権の奉仕を行うにあたって自信を持ち励ましを受けられるようにすることですそれはある意味で救い主が金持ちの青年に出会った時に意図されたことであろうことと似ています。青年はこう尋ねました 永遠の生命をを得るためには、どんな良いことをしたらいいでしょうか。おそらくこの青年が救い主のもとへ行ったように皆さんも自分の奉仕は主に喜ばれているかどうか思いつつこの大会にやってきたことでしょうそれと同時にさらに多くのなすべきことがあると気づいているかもしれません皆さんのこれまでの働きを主が愛を持って認めておられることを伝えられますように。 皆さんが主の真権を持つ者として達成できることは何かその励みになるものを垣間見ることができるよう祈ります金持ちの青年は持ち物をすべて売り払い救い主に従うように言われました皆さんのこれからの成長にそこまで求められることはないかもしれませんが何らかの犠牲を求められることはあるでしょう いずれにしても私のメッセージによって皆さんがあの青年のように悲しみなながら立ち去ることとのいいようにと願っていますむしろ向上したいという望みのゆえに喜びながら皆さんの道を行くことを確信していますそうは言っても主から与えられた飯について考えると不十分さを感じるのは自然なことです実際もし皆さんが自分に与えられた神権の務めを完璧に果たせると言ったとしたら 私は皆さんの務めに対する理解力を不安に思うかもしれません一方でもし皆さんが自分では到底果たすことのできない務めなので諦めたいと言ったとしたら主がいかにして親権者を大いなるものとし強め一人では成し得なかったことも行えるようにしてくださるかそれを理解できるように助けたいと思いますこれは私のメシについても 皆さんのメッシュについても当てはまることです自分の知恵と才能だけに頼って真剣の技を行い果たすことは誰にもできませんこれが私たちの技ではなく主の技だからですですから生産の儀式にさらなるさらなる霊的な力をもたらす務めを託された信任の執事であれ 見ず知らずの自分の愛と助けを必要としていないように思えるそのような家族を愛し教え導くよう主にわてられたホームティーチャーであれ子どもたちの成長が早く世の中がきわ極めて厳しく好ましくない環境に思えるために家庭を義にかなって管理すべきと知っていながらも自身がないまま時間を使い果たしてしまいそうな父親であれ成功するための唯一の方法は 主に頼ることなのですですから押しつぶされそうに感じているとしたらそれを良いサインだと捉えることですそれは神が自分に寄せておられる信頼の大きさを感じている印です真剣がどのようなものであるかを少しでも理解しているということです世の中でそのような理解を持ち合わせている人はほとんどいません定義を口にできる人がいたとしても真に理解してはいないでしょう 成文には御霊の力を通して聖なる神権に対する畏敬の念を深めてくれるものがありますそれを少し紹介しましょうメルキゼ的神権の力と権能とは教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つことであるすなわち天の王国の奥義を受ける 特権を持ち天が彼らに開かれ長子の教会の総集いと親しく交わりまた父なる神と新しい制約の忠誠者イエスの親しい交わりと臨在とを享受することととであるアロンののの力と能とは天主の働きの鍵を持つことである。 この神権の儀式によって神聖の力が現れるこれがなくては誰も神すなわち父の御顔を見てなお生きていることはできないからであるこの大神権は神の恩子の位に従うものでありその位は世の初めから存在していた。 言い換えればそれは日の初めもなく年の終わりもなく全ての物事に対する神の先見の命によって永遠から永遠にわたって備えられているのであるこの位と名シに従って成人された人は皆信仰により山々を崩し海を分け水を干上がらせその流れを変える力を持つであろう。 また諸々の国の軍勢をものともせず地を分けあらゆる縄目を解き神の前に立ち神の御心と命令の通りに全てのことを行い支配と権威を服従させる力を持つであろうこれは創世の前からおられた神の御子の御心によるのである。 神剣の力に関するこのように荘厳な描写に対する一つの反応はそれが自分たちには当てはまらないと思うことですもう一つの反応は心の中で次のような質問を尋ねることです私は天が自分のために開かれていると感じたことがあるだろうか私の神剣の奉仕について語るのに 天使使の働きといいううう言葉を使う人がいるだろうか私は自分が使える人々の生活に神聖の力をもたらしているだろうか文字通りの意味ではないにしても御心を成し遂げるために私は山を崩し軍隊をものともせず誰かの縄目を断ち切りこの世の権力を制圧したことがあるだろうか。 そのように内省することで主に仕える中でより多くを成すことができるといつも感じられますまた内省によって皆さんがもっと多くのことをしたい主の奇跡的な技に一層携わりたいと切望することを願っていますそのように感じることは真剣の奉仕が生み出す理想の人になるための最初のステップです次のステップは エホバとエノクとの対話に描かれ描かれています私たちはエノクがひどい邪悪に取り囲まれる中でシオンを確立した偉大な預言者であることを知っていますしかし偉大な預言者となる前のことエノクは自らを若者に過ぎず口の重いものであり全ての人に憎まれていると思っていました 主が絵の具を励ますために語られた言葉に耳を傾けてください。それは親権者として人々を教え導くよう召された皆さんに主が語られた言葉でもあります。主は絵の具に言われた。言って私があなたに命じたように行いなさい。そうすればあなたはあなたを差し貫く者は誰もいないであろう。あなたの口を開きなさい。そうすればそれは満たされるであろう。 私はあなたに語る力を与えよう。すべての憎なるものは私の手の内にあるからである。そして私は自分が良いと思うままに行おう。見よ私の御霊があなたの上にあるので、あなたのすべての言葉を私は正しいとする。山々はあなたの前から逃げ去り、川はその流れを変えるであろう。あなたは私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。それへ私と共に歩みなさい。 兄弟の皆さん、神経への責任とは、ご自分と共に歩むようにと主からを招かれているということです。主と共に歩むとはどういう意味でしょうか。主に習って行動し、主に習って使えるという意味です。主はご自身の犠牲を、をご自身を犠牲にして助けの必要な人々を祝福されました。 ですから私たちも努めてそのように行います主は社会で見過ごされ避けられた退けられた人々に特別な注意を払われました私たちもそうできるよう努めます主は御父から授かった真の教義についてたとえ受け入れられなくとも大胆かつ愛をもって明かしされました 主は全ての人に私のもとに来なさいと言われましたですから私たちは全ての人に主のもとに来なさいと話すのです親権者である私たちは主を代表するものです自分のためではなく主のために行動します主の言葉を語ります私たちが使える人々は私たちの奉仕のゆえに 主をよりよよりく知るるうになるのです私と共に歩みなさいという主の招きを受け入れると私たちの真剣の奉仕の本質は直ちに変わります。より高尚かつ高潔なものとなるだけでなくより達成可能なものとなるのです。自分が一人ではないと知るからです。 9年前、モンソン大館長が私の頭の上に手を置き、現在のメシを受けて奉仕を始めるにあたって、私を祝福したとき、このことを最も強く感じました。その祝福の中で、大館長は救い主の次の言葉を口にしました。そしてあなた方を受け入れるの者が誰であろうと、私もそこにいるであろう私はあなた方に先立っていこう。 私はあなた方の右により左にいる私の御霊はあなた方の心の中にいるまた私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう私はこれまで何度もこの約束に頼ってきました70年に,年にわたる神権の奉仕を通じてこの約束がさまざまな形で成就するのを見てきました アロン神経者となってまだ日が浅い頃生産のパスの責任を受けた時もそうでした失敗を恐れた私は集会が始まる前に礼拝堂の外で必死に祈りました答えは来ました主が共にいてくださるのを感じたのです主の信頼を感じ自信を持つことができましたビショップとして奉仕していた時にも同じようなことが起こりました重大な過ちを犯し決断に迫られている女性から電話を受けました その女性と会って話したとき、彼女の問題に対する答えを知っていると感じました。しかし私が答えを与えるのではなく、彼女が自分でその答えを得る必要があると感じたのです。私がかけた言葉はこうです。あなたが尋ねれば、神はあなたがなすべきことをきっと教えてくださるでしょう。後日彼女は報告を 彼女から報告を受けました彼女は、えー、答えを得たのですある時別の電話が鳴りました今度は警察からです飲酒運転者が銀行のロビーに車をぶつけたというのです倒枠した運転手は武器を振り,かざす振りかざす警備員の姿を見るとこう叫びました撃たないでくれ私はモルモンだ 酔っ払いの運転手は最近バプテスマを受けた私のワードの会員であることが分かりましたビショップの部屋でこの男性と話すのを待ちながら私はこの制約を破り教会を恥ずかしめたことに関して後悔の念を抱かせるべく何を話そうかと考えていましたところがこの男性を見ながら座った時心に一つの声が聞こえてきました 私が見ているように彼を見られるようにしましょうするとほんの束の間この男性がすっかり違って見えました放心状態の若者ではなく清らかで輝かしくて高潔な神の息子の姿を目にしたのです その瞬間、私はこの男性に対する主の愛を感じました。この次元によって私たちの話す内容は変わり、私も変わりました。私は主の技を行うにあたって主と共に歩むというこれらの経験を通じ、大切な教訓を学びました。その中から三つを紹介したいと思います。第一の教訓は、神は最も日の浅い最年少の出事をも気に留め、支えてくださるということです。 自分があまりにも未熟で取るに足りないために神は自分,とえか自分が神の皆によって行っている奉仕に気づかれないと感じる必要は全くないのです。のの教訓は主の技とは主と単に問題を解決するだけでなく人を育てるものだとということですですから主と共に歩みながら真剣の奉仕をする時最も有効な解決策と思われるものが主の望まれる人を成長させるような解決策ではない場合もあるということに気づくでしょう。 耳を傾ければ主はご自身の方法を教えてくださいます神の技と栄光とは効果的に組織を運営することだけではなく人の不死不滅と永遠の命をもたらすことであるのを忘れないでくださいこれこそ結局のところ 神々私や皆さんのように欠点を持った死すべき人間に神権の権能を授けその見技に携わるよう招いておられる理由なのです私たちの成長こそが神の技なのです第三の教訓はこうです神権の奉仕を行う中で救い主と共に歩むと人に対する見方が変わります主はご自身の目を通して人を見るように教えてくださいますつまり外見ではなく心を見るということです だからこそ救い主はシモンを感情に走りやすい漁師ではなくペテロすなわち主の教会を導く確固とした未来の指導者として見ることがおできになったのですだからこそザーカイを堕落した主税人ではなく正直で高潔なアブラハムの子として見ることがおできになったのです 救い主と十分な時間を共に歩むならどのような過去があれ全ての人を無限の可能性を秘めた神の子供として見ることができるようになるでしょう。また救い主と共に歩み続けるなら主がお持ちのもう一つの賜物すなわち人々が自分のうちにある可能性を見なせるように助け悔い改める能力を伸ばすことができます。 親剣を持つ愛する兄弟の皆さん私たちは多くの点であの最初の復活祭の日曜日の2人の弟子に似ていますそれは復活の朝でしたがこの2人の弟子は復活があったのかあるいは復活が何を意味するのかさえ理解してはいませんでした 2人はイスラエルを救うのはナザレのイエスであろうと望みをかけていましたが復活について成文で教えられているすべてのことを心の鈍いため信じられませんでした。 二人が歩きながら復活について論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれました。しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかったのです。私は明かしします。真剣の奉仕という道を歩むとき、イエスキリストが共に歩んでくださいます。それが主の道だからです。主の光は私たちの前を照らし、天使は私たちを取り巻いています。 真剣の本質あるいは真剣を行使する方法を完全に理解することはできないかもしれませんしかし私たちの心が内に燃えたその瞬間に最新の注意を払うなら私たちの目は開かれ日々の生活や奉仕の中に主の見てを見ることができます私たちは神の子供たちに救いをもたらす偉大な技において主と共に働き主に仕えることで 主を最もよよく知るようになると明かしますなぜならば仕えたこともなく身も知らぬ他人で心の思いと志を意にしている主人をどのようにして人は知ることができようかイエス・キリストは私たちの主であられますこれは主の教会です私たちは主の真剣を持っています一一人一人が主と共に歩み 主がどのように私たちと歩まれるのかを知る道を選ぶことができますように私はイエスがキリストであり復活された主であられることを厳粛に明かします主が私たちに委ねられた神権は主の皆によって語り行動するための力であると明かします私たちは愛にあふれる天の恩父の子供であり 天の恩父は私たちの祈りに応え私たちが祝福として受けているあらゆる神権の責任を果たす時に聖霊を送り私たちを強めてくださいますジョセス・スミスは御父と恩子にまみえ神権の鍵を受けましたトーマス・エース・モンソン大官庁はこの鍵を引き継ぎ今日これを行使していますこのことをイエス・キリストの皆により明かしいたしますアーメン